E11K11 市特殊水上偵察機、または11市特殊水上偵察機は、川西航空機と愛知航空機が試作した夜間偵察機。愛知が試作した機体は、1938年に正式採用され、98式水上偵察機となった。ここでは、川西航空機製作の機体について述べる。外観的には、 愛知機よりも進歩的であったが安定性が悪く不採用となった。1936年10月、日本海軍は96式水上偵察機の後継機となる機体を11市特殊水上偵察機の名称で川西と愛知に対して発注した。愛知は96式水上偵察機をより洗練させた複用式の飛行艇を製作した。 これに対し川西は、前回、96式水上偵察機の協作で、愛知に敗れているだけに、斬新な設計の機体で審査に臨むことになった。川西の機体は、愛知とは異なり、単葉式の飛行艇で、これまでの日本機にはない斬新な機体であった。停滞は全体に、細身で、丸みが強く、この機体にガルタイプの主翼を剣翼式に取り付けていた。 胴体上部に矢倉式の指示課を設け、ここに91式22型駅冷エンジンを推進式に配置した。エンジンの冷却器は胴体後部にエンジンの指示課と並んで立つ形を取った。翼端の補助フロートは空気抵抗を軽減するため、飛行中は外側に引き上げられるようになっていた。試作1号機は1937年6月に完成し、 愛知機と共に海軍の比較審査を受けた。その結果、奇抜な機体は軍からも注目されたものの、性能的には速度性能が多少上回った他は重量肩気味で多くの面で愛知機より劣ることが判明した。特に操縦性、安定性が悪いことは夜間偵察機としては致命的とされた。また新機軸であった引上げ式の翼単フロートは、 複雑な構造のため整備に手間取り、しかも思ったほどの性能向上につながっていなかった。様々な改修が試みられたが改善されなかったため、結局試作機が2機製作されただけで会えなく、不採用となった。当初の名称は、11種特殊水上偵察機だったが、後に、11種特殊水上偵察機に改められている。2機の試作機は、その後海軍が領収し、 陸上用引き上式車輪を追加する等の改造を施して用心輸送や連絡任務に使用された。なお、この際に名称を96式輸送機、あるいは97式輸送機としたとする文献があるが、海軍がその使用機の名称を公式に定めたものであるうち例、兵、航空機の名称は96式水上偵察機を 輸送機に改造するものを96式輸送機、川西11市特殊水上偵察機を輸送機に改造するものを97式輸送機としている。ありがとうございます。